クイントゥスファビウス・マクシムス・ウェルコス,ス・クンクタートルは、共和制ローマの政治家、将軍。主要政務官を歴任し、第二次ポエニ戦争で活躍、時給戦略でハンニバルを苦しめ、ローマの盾と称された。なお、時給戦略をファビアン戦略、特に暴力革命やプロレタリア独裁などに頼らない、社会改良主義を施行した運動をフェビアニズムと呼ぶのはその名に由来する。 よく知られた二つ目のクンクタートルは、ラテン語で、ノロマ、グズといった意味である。時給戦略を取ったファビウスに付けられたあだ名で、当初は否定的な意味合いであった。また、ウェルコススは、イボという意味である。クイントゥス・ファビウス・マクシムスは、パトリキの中でも、名門のファビウス氏族に生まれた。名門らしく10歳で、アウグルに就任し、その後死ぬまで62年間勤めている。 第一次ポエニ戦争に参加したが、この時の彼の詳しい動きは伝わっていない。戦後、彼は政治家として頭角を表し始め、おそらく紀元前237年にはクワエストルに就任し、紀元前235年にはアエディリス・クルリスに就任と順調にクルッス・サホノルムを駆け上がり、第二次ポエニ戦争以前に失政官を二度、ケンソルを一度務めた。 紀元前219年、カルタゴの将軍ハンニバルが、ローマの同盟相手であるサグントムを攻撃した。サグントムからの救援要請を受けたローマは、カルタゴへ攻撃停止を求める施設を派遣、ファビウスはこれに加わった。カルタゴが、ローマの要求を拒否し、さらに、サグントムが陥落したとの一報を受け取ると、ファビウスは、施設団を代表して、カルタゴへ戦線を布告した。 第二次ポエニ戦争の開幕である。ローマに帰還したファビウスは、紀元前217年のトラシメヌス古藩の戦いによるローマ軍の大敗を受け、事態収拾のために元老院によって独裁官に任命された。通常は、失政官による任命という手続きを取るので、これは異例のことだった。ファビウスは、ハンニバルに引きられたカルタゴ軍の強さを理解し、これに、 正面から決戦を挑むのは無謀だと考えていた。そこで彼はカルタゴ軍が根拠地から遠く離れており平坦に弱点を抱えていることに目をつけた。補給を略奪に頼り後方からの増援も期待できないカルタゴ軍はローマが消耗戦を強いれば遠からず戦力を衰弱させていくと考えたのである。そこでファビウスは カルタゴ軍の進軍を無理に阻止しようとせず、影のようにその後を追尾し、消耗するのを待った。さらに、カルタゴ軍の予想進軍路上の土地は、略奪を防ぐために事前に消毒化した。このようにして、敵の消耗を待つ持給戦略は、後に、ファビアン戦略と呼ばれるようになった。しかし、ファビウスの、こうした、持給戦略は、多くの批判を招いた。 消毒化される土地の人々は、もちろんのこと、性的であるマギステルエクイットュムのマルクスミヌキュースルフスや、ローマの元老院まで彼の消極的姿勢を非難した。クンクタートルというあだ名をつけられたのはこの時である。さらにファビウスは、カンパニアから北へ向かうカルタゴ軍を途上で、攻撃しようとするも、補足に失敗するという過ちを犯した。ファビウスは、ローマへ召喚され、 ミヌキウスが一時的に軍の指揮を取ることになった。ミヌキウスは、ファビウスの戦略を無視し、早速、カルタゴ軍に攻撃を仕掛け、少なからぬ戦果を上げた。これによって彼は、元老院や民衆から称賛され、ファビウスが、軍に復帰してからも、そうした指示を背景に、軍の指揮権を要求するようになった。やむなく、ファビウスは、軍の一部を分割し、 ミヌキウスに指揮を委ねた。その後、ラリヌムと呼ばれる町に到着した時点で、ハンニバルが谷を一つ挟んだゲロニウムにいることが分かった。ミヌキウスは正面からの攻撃を決意し、先行してカルタゴ軍に攻撃をかけた。しかし、これはハンニバルの罠だった。ミヌキウスと彼の部隊はカルタゴ軍の逆襲によって多大な損害を被った。 ファビウスが救援に急行したため、ハンニバルは早々に交代し、ミヌキウスは危ういところを救われた。大敗を起死したミヌキウスは、自らの過ちを認め、ファビウスの野営地に向かい、父が私に与えた命を、今日、あなたは救ってくれた。あなたは、私の第二の父である。私はあなたを優れた、指揮官として認めますと言ったとされる。 ファビウスの独裁官としての人気が切れると、グナエウス・セルウイリウス・ゲミヌスと、マルクス・アティリウス・レグルスの両執聖官に指揮権が返上された。翌紀元前216年、ガイウス・テイレンティウス・ウアロ、ルキウス・アエミリウス・パウルスの両名が執聖官に任命された。ファビウスの消極作に否定的だったウアロは、ハンニバルに対して決戦を挑んだが、 艦内の戦いで逆に壊滅的な打撃を受けた。ここに至って元老院も民衆もハンニバルに正面から挑んでも勝てないと気がつき、ファビウスの戦略の正しさを認めた。クンクタトルはノロマ、グズといった別称から最新、周王といった継承へと意味を変えた。紀元前215年の世紀執政官に選出されたルキウスポストミウスアルビヌスは就任前に ガリア人との戦いで死亡し、ローマの剣と呼ばれるマルクス・クラウディウス・マルケルスが補充失政官に選出された。しかし、マルケルスは選挙に不備があったため辞任し、新たな補充失政官として、クイントゥス・ファビウス・マクシムスが選ばれた。ファビウスはまず、カレスに駐留し、同僚と合流後はカプア周辺を荒らし、プテオリを要塞化した。紀元前年、ファビウスは、 マルケルスと共に、失政官に選出され、再び自給戦略を展開した。以降、イタリア半島のハンニバルとローマ軍は、コゼリアへこそするものの、決定的な衝突をすることはなかった。戦場は、シチリア島、イベリア半島、北アフリカへと移っていったのである。ファビウスの目論み通り、孤立したハンニバルとその軍隊は弱体化していき、やがてアフリカへの帰還を余儀なくされた。 ファビウスの軍事的成功としては、紀元前209年のタレントム制圧が挙げられるが、これは、白型の内容によるもので、彼の戦果とするのは、無理があるかもしれない。このように目立った武功はないが、かといって、彼の軍事的才能が否定されるわけではない。ファビウスのマコッョは、戦略面にあったからである。彼は独裁官を務めた後、サンド政官に選出されている。 その優れた指導力と防御を重視する戦略からローマの盾と称された。ファビウスはスキピオ・アフリカノスのアフリカ遠征にはマルクス・ポルキウスカトと共に反対していた。これはファビウスがハンニバルのイタリア半島からの排除を最優先としていたためと考えられている。そしてスキピオの大活躍によりポエニ戦争が終結するのを見ることなくファビウスは他界した。 ありがとうございます。